エキゾチックな大きな瞳。たった10年余りの短い女優人生でしたが、悪女役として鮮烈な印象を残し、突如人気女優の看板を脱ぎ捨てて、結婚と同時に引退を選んだ夏純子さん。これだけあっさりと芸能界を去ろうとは、誰も思わなかったことでしょう。なぜそうなってしまったのか。そして人気女優を射止めた。その夫の驚くべき正体とは、現在はどうしているのか。気になって調べてみると、驚きの事実が判明したのです。夏純子さん。本名は坂本美智子さん。1949年3月21日生まれで、現在73歳。今の東京都あきる野市出身。身長は160センチで、最終学歴は立川女子高等学校卒業。女優としても油の乗ってきた32歳の、1981年に芸能界を引退されてから、約40年が過ぎた今も、根強いファンが多い夏さん。ご結婚されての引退だったのですが、実は再婚だったそうです。1978年に実業家の男性と結婚しますが、残念ながら2年後には離婚することに。その翌年、再婚されています。その後も出演の依頼が後を絶たなかったのですが、すっぱりと断ち切って家庭に入った夏さん。すぐに2人の息子さんに恵まれています。しかし、なぜ引退までされたのかというと、子育てをちゃんとしたかったからだそうです。そんな夏さんのハートを射止めたお相手とは、1歳年上で作曲家の神山純一さん。あまり馴染みがないかもしれませんが、これまで400曲以上の CM 音楽や150曲のテレビ番組の音楽を作曲したそうで、クラシックコンサートの音楽監督や編曲など幅広い分野で活躍している方で、心と体を癒す音楽の力に着目して、赤ちゃんがお母さんの体内で聴いていた音色のヒーリングミュージックで特許認定を持っている環境音楽の第一人者なんだそうです。他にも携わった歌手には、古くは青江美奈さんや布施明さん、天童よしみさん、南こうせつさん、稲葉明さんがいて、ひょっとしたら知らない間にその音楽を聴いているかもしれませんね。現在、目黒区に事務所がありますが、1年の半分は八ヶ岳山麓のスタジオなのだそうです。自然と音楽をこよなく愛するアーティストです。それだけでなく、神山さんのおばはなんと、日本の音楽界で一時代を築いた重鎮の湯川れい子さん。そして、山本五十六元帥にも縁がある。古くからの名家の生まれだと言います。二人の馴れ初めははっきりしないのですが、さらに調べてみると、夏さんは1980年にシングルレコードを出していて、同名ドラマの主題歌「愛の迷路」という曲の作曲と編曲をしていたのが神山さんでしたから、きっかけはこれだったのかもしれません。夏純子さん、1970年に日活専属の女優となって、第二の朝岡瑠璃子として期待される中、初の主演は一度は行きたい女風呂で、浜田光雄さんが恋人役でのコメディ映画でした。そんな夏さんに不良女子の主演が来たいきさつとは、いつかは女ジェームス・ディーンのような影のある役をやりたいと言っていた夏さん。その思いが伝わったのか、主演映画女子学園、悪い遊びなどの女子学園シリーズに出演し、頭角を現します。コアなファンがつき始めたにもかかわらず、1971年の映画不良少女マコに主演で出演した矢先、日活がアダルト路線に変更してしまったことで落胆した那須さんは松竹への移籍を選ぶのです。心機一転、悪女の役を磨いていくことを誓います。いろんなジャンルに出演する中で、妙に印象に残っているのが、意外にも1971年のシルバー仮面の特撮ヒロインと、刑事ドラマ太陽に吠えろでのスコッチ刑事の元恋人役でした。
シルバー仮面はレギュラー出演で、特撮のヒロインというのが珍しかったからですが、太陽にほえろでの出演は、第244話、さらば、スコッチ1話だけの出演にもかかわらず、異例ずくめの演出だったことで、特に印象に残っています。というのも、いつもなら、ケイジが番組を去るときは、他のマカロニやジーパン、テキサス、ボンのように、殉職するのが定説だった太陽で、スコッチは撃たれるのですが生き延びて、その元恋人が亡くなってしまうという、そんな重要な元恋人のトコを演じたのが、夏さんだったというわけです。結局、スコッチは、その後、七曲がり署を去り、3年後に舞い戻って、病でこの世を去るわけですが、太陽の歴史では異例中の異例だったのです。ちなみに、沖雅也さんと夏さんは、同じ日活の同僚で、初主演した映画、一度は生きたい女風呂や、72年の映画、高校生ブライ控えや、75年のドラマ、はぐれ刑事でたびたび共演していて、二人とも石原裕次郎さんの後輩ですから、可愛がっていた二人に任せたということでしょう。創生した希代の色男、沖雅也さんと、とても縁のある女優が夏さんだったのは、何か不思議な気がします。70年代後半、またしても転機が訪れる夏さん。連ドラ、赤い絆など、しばらく脇役が多かったのですが、長時間ドラマの、先駆けの土曜ワイド劇場で、再び脚光を浴びることになります。1977年、白い野望のメスでの、愛する人を支えるヒロインの看護師役も良かったですが、1978年のドラマ、国威の天使、殺しは女の商売で、山本陽子さんとの悪女対決が話題となってから、天地しげるさん主演の江戸川乱歩の美女シリーズの、白い人魚の美女でもヒロインを演じています。1979年、女の血統、濡れた瞳は殺しのサインでは、再び、山本陽子さんとの悪女対決が話題ともなりました。その他の度合いでも、見事な演技を見せた夏さん。1980年の、悪魔の花嫁、呪われた百物語での主演は、見応えのある悪女ぶりが冴え渡りました。昭和のサスペンスドラマに欠くことのできない、度合い女王の一人として君臨した夏さん。そして、サスペンスタッチの昼ドラ。1980年の愛の迷路では、主演して主題歌も歌って、実力派女優として人気も出た矢先での、再婚しての突如の引退劇は、ただならぬ憶測を呼んだのは言うまでもありません。そんな夏さんにとっての最後のドラマとなったのも、土曜ワイド劇場でした。その中でも、連説の名作と言われる、1981年、嘆きの団地妻、私は殺していませんを残して、彼女は完全に姿を消してしまったのです。それは、くしくも、小説を書くことから始まって、その中のヒロインを演じることに憧れた、文学少女だった夏さんにとってはまさに、有終の美を飾るにふさわしいものだったはず。潔く、芸能界から姿を消した夏さん。最近は、どうされているのか調べたのですが、2013年のインタビュー記事での近況しかなく、当時、下の息子さんは31歳でしたから、今では40歳になられているようです。とある筋の情報では、8年前までは、毎朝、夫を見送った後、喫茶店でコーヒーを飲みながら、小説を読む夏さんの気品のある姿を、見かけることがよくあったそうです。ひょっとすると、今では、たくさんのお孫さんに囲まれて、楽しく過ごされているのではないでしょうか。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？小説が大好き少女だった夏純子さん。ある意味、時代に翻弄されつつも、短くも一気に燃え尽きたその軌跡は、これからも忘れることはありません。お幸せに。それではまた次回お会いしましょう。